自己紹介をさせていただきます。私はセペウと申します。セペウと呼んでください。今20歳です。生年月日は1995年5月4日です。家族は7人います。両親と妹が1人と弟が3人と私です。私は一番牛です。独身です。山から参りました。趣味は人々とコミュニケーションを取ることです。日本語のレベルは N3 を終わりました。続けて N2 を勉強しています。来月の7月に N2 の能力試験を受けるつもりです。私はマイクロソフトとエゼルをよくできました。ミャンマーの運転免許があります。私の長所はすぐに学んでチームで協力できることが私の長所です。短所は働きすぎるところです。日本は世界で一番安全な国と技術が進んだ国ですから、私は日本で日本人と一緒に長く働いて新しい仕事を新しい仕事をチャレンジして経験を積んでお金を貯金して家族を支えたいんですから、日本へ行きたいんです。仕事をいくら大変でも頑張ります。これで以上です。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。あと皆様ね、すごいね、元気よくお話できてるので、すごくいいと思います。このままお話ししてくださいね。はい。はい。免許のお話もしてくれたので大丈夫ですね。はい。じゃあすいません、最後でしたね。ニンピンネさん、自己紹介お願いします。はじめまして、今自己紹介をさせていただきます。私はニンピンネと申します。今27歳です。独身で。家族は7年います。両親と兄が4年です。私は中国で今3年に住んでいます。一年の大学に卒業しました。専門は物理学校で、今 JPT のあの世を合格したので、あの世を続けて勉強しています。私の趣味は音楽を聴くことと旅行をすることで、将来の夢はお金をために自営業をやりたいです。私の長所は何も簡単に諦めないで目的を一生懸命頑張るところで、でも時々無理をして、働きすぎるのは私の短所で、でも私その短所を頑張って直しています。以上で、これからお世話になります。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ピンさんもね、しっかり練習できてますし、ニコニコね、元気よくお話できてるので大丈夫ですね。ニンピンさ